俺らが自分で決める。今まで育ててもらった恩とは別の話だ。今さら善人ぶんなよ。あんたもヤクザなんだろ。だったら俺らがヤクザになるのを止める資格なんてねえじゃねえか。キリュウ、俺たちはずっとあんたの背中を見て育ったんだ。いい車乗って、肩で風切って、周りの人間に頭下げられて、そういう人間になりてえって。俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ。上がりの人間は夢を見ることも許されねってるか。なあ、今お前何考えてた？何も、ぼーっとしてただけだ。おらよ、いつだったかおやっさんに殴られていた時のことを思い出してた。俺たちがこの道に入る前の晩だったよな、確か。てっきりお前も同じことを思い出してるもんだと思ってたよ。やっぱりおめえにはかなわねえな、兄弟。ヤクザなんかになろうとするんじゃねえ。お前の父ちゃんと母ちゃんが泣くだけだ。俺には親父とお袋もいません。育ててくれた養父は去年死にました。はい。それはおやっさんに出会ってから100日目のことだった。